どうもダイナスケです。今回は僕の好きな漫画バーサスについて紹介したいなという風うに思います。これ僕話してる今話してるのをあの2013年1月でまだこの時点で2話しか出てないんですけどめちゃくちゃ面白いんですよね。というのもあのワンパンマンの作者ワンパンマンって皆さんご存知ご存知ですよね。アンパンマンじゃなくてあのワンパンで全てを沈める最強の男埼玉が主人公の話なんですけど、のあの原作者のワンさんあのが 書いた新作なんですよね。で、ワンさんの話は、あの、モブサイコ 100, 100っていうアニメ、あの、アニメ化もしてるめちゃくちゃ面白い超能力なんか青春漫画みたいなやつあるんですけど、 その漫画僕好きすぎてあの別の機会別の動画であの、まあ、漫画紹介アニメ紹介としてさせてもらってるんですけどそのワンさんが待望の新しい作品を書いててでこのバーサスもねめちゃくちゃ面白いんですよねその,あのワンパンマンとかモブサイコ100っていうのはその埼玉もしかりモブサイコ100の主人公あの影山、ま、茂雄もあのめちゃくちゃもうその世界で最強なんですよね一番強いんですよね呪術改戦の五条悟るみたいな感じなんですよねた,ただバーサスは一点変わって そのの人間が最弱の世界なんでで、すよねであのあこういう世界観というか設定の漫画ってなかったなっていうその斬新だったのでなんかすごい面白いなっていう風に思うんですよ。というのも、まあ、まだ2話しか出てないんですけどよくあるファンタジー系の話でその魔王がなんかあのいっぱいいると。あの まあまあまあ、大魔王の下に47人ぐらい魔王がいるとでそいつらをなんか勇者たち任命された勇者たちが倒せという風に命令されるんですけど魔王があまりにも強すぎて勇者たちが次々と殺されていくんですよねであのその、まあ、大魔王の下に魔王がいてでその下の大難師団みたいなあのやつらの,その幹部とかにもその勇者一行がボロボロにされるというかもう勝てないんですよねそれぐらい実力差,差があるんですよでもう1夜目からもうバッドエンドじゃんって感じなんですけどでそんな中 そのなんかワームホールみたいな時空の歪みでパラ,パラレルワールドというか別の時間軸のなんかものすごい武装したあの人間たちが武装したといっても近未来的なその広角機動隊みたいな僕広角機動隊見たことないからたとえ適してるか分かんないですけどまああの未来の SF 系の,そのレーザー銃みたいな持ってるあのなんか宇宙人みたいなスーツを着たあの人間の人たちが急に流れなだれ込んでくるんですよねそのあのなんかあの勇者とかファンタジーの世界にね。 であ別の世界から援軍が来てくれたんだっていう風に思ってたらその,あのなんか広角機動隊みたいなあのスーツを着た人たちも助けてくださいともうあのうちの世界の人類はもう僕たちしか残っていませんとあの、ま、ターミネーターみたいに AI が氾濫して人間たちはどんどん殺されていますとでもうこのままだと人類はもう負けちゃうから他の世界線の人類たちに助けを呼びに来ましたっていう,うにあに来るんですよね。で 2話,目2話目でそのまあ AI 軍団機械軍団とその魔王軍の幹部連中のやつらをうまくぶつけることができてなんとか逃げおおせることはできたんですけどあのまあ,まあ休憩基地というかそのまあ人間たちの前線基地みたいなところに戻るとそのまあ宇宙系その勇者系の世界軸の人とそして宇宙系の世界軸の人以外にもいろんな世界から逃げ,逃げてきたその高校生だったりとか。 魔法使いいいっぽい人たちとかがいるわけなんですよねそれぞれがそのそれぞれの世界で人類がもう絶滅寸前になっててで他の世界に助けを呼びに来たけどその全ての世界が混じって全てのユニ,ユニバースが混じってそれぞれの世界のめちゃくちゃ強いやつそれこそ魔王軍だったりとか AI の軍団だったりとかなんかあの悪魔の軍勢だったりとかがいっぱい来てて、ね、次々とそのみんな逃げ込んでくるたびにより強大な敵を生み出してきてるような状態がまだ2話なんですよね。でこれからどううなるののっっていうのがねもうめっちゃ気に 気になるんですよねそのなんだろう2つの,その、まあ、転,生した転生してスライムになった件みたいなあの僕たち現実世界からそのなんかファンタジーの世界に行く異世界転生ものってもう飽和してる状態じゃないですか。でまさかの あの全部ミックスしちゃうとそんな贅沢なことしちゃうっていうのねっていうかそんなことしたらもう話の矛盾点がなんか生じまくったりとかしてめちゃくちゃ難しいじゃないですかにもかかわらず苦めでなんかこの,なんかあの将来どうなるのっていうふうにねやっぱ僕たち読者を興奮させるというかもう目が離せないというかただこれもう勝ち筋なくねみたいな状態でめちゃくちゃゃく続きが気になるんですよね、まあ、もちろんそのウェブ漫画で連載してるからなんか雑誌を買う必要とかなくてそのワンパンマンとかと同じように。 ネットで調べたら出てくると思うんですけど、まあバーサスのあの一話目のリンク概要欄に入れておきます。なので、皆さんもぜひ、あの今後どういう展開を、あの繰り広げていくのか期待しましょうということで、まあ、ひょ。まあ、絶対ないんですけど、すべての世界線が交わるのならば。あの、まあ、モブサイコ百の主人公の、モブみたいに、めっちゃ強い超能力者が生き残ってくれてたりとか。あの、まあ、あの怪人たちが溢れてくる社会の中で、あの埼玉みたいな人間が、あの。 生き残ってててくれてたら勝てるけど <laughs> まあそんな状況だったらそんな世界線の人たちはあの来ないよねってその,そのなんか救命基地みたいなところに来ないよねっていうところがあるのでいや当まあだから上手に敵どもを同士打ちさせていくんでしょうけど同士打ちさせたところで絶対一つはその諸悪の根源というかその魔,王軍魔王軍とか AI の大ボスみたいなやつとか出てくるじゃないですか。そいつらを 人類で、ま、まあ、なんかその束になってどうやって倒すんだろうねっていうのが気になりますね。ひょっとしたらすぐ終わるのかもしれないけど、まあ、月1連載ぐらい今のところやってるみたいなんで、今後どういう展開になるのか期待したいなっていうふうに思います。ということで、あの、今回は僕の好きな漫画、v s について解説しました。今回は以上。